こんにちは。本日は STM32WB シリーズのプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。本プレゼンテーションでは、ST の 32bit マイコン、s t m 3 2ファミリーの中のワイヤレスマイコンである STM32WB シリーズについて紹介します。また、後半では STM32WB シリーズの開発環境について紹介します。 それではプレゼンテーションの方に入りたいと思いますが、最初に簡単に弊社の STM32 マイコンについて説明いたします。弊社の STM32 ファミリーは、すべて ARM の c o r ッ t e x アを搭載した製品となっており、現在17シリーズのラインナップがございます。コアの種類としましては、下は c o r ッ t e x M0 から、 上はマイコンでは Cortex-M7 まで、プロセッサーは Cortex-A7 を搭載した製品がございます。STM32 ファミリーには、フラッシュ内蔵のワンチップマイコンタイプの製品と、外付けメモリーが必要なプロセッサータイプの製品がございます。本プレゼンテーション及び実習は、マイコンが題材となりますので、 STM32 マイコンにフォーカスしてご説明いたします。STM32 マイコンは現在、ハイパーフォーマンス、メインストリーム、超低消費電力、ワイヤレスの4つのカテゴリーで製品展開を進めております。この中で初代の STM32 マイコンはメインストリームの CoreTex-M3 を搭載した STM32F1 シリーズになります。こちらは2007年にリリースされたのですが、その後市場のご要求に応じて、ハイパーフォーマンスや低消費電力、また2018年にはワイヤレス、2019年にはプロセッサーのラインナップが新たに追加されました。ここで新しい製品をいくつか紹介します。 一つ目は STM32MP1 シリーズという STM32FAMILY 初のプロセッサー製品で最大 800MHz の CoreTex A7 Core を2つ、CoreTex M4 Core を1つ搭載したマルチコアタイプの製品で STM32FAMILY の中では最も高いパフォーマンスを持つ製品となります二つ目は アナログ機能が強化されたメインストリームマイコンの STM32GEON シリーズです。こちらのデバイスは高分解能タイマーを搭載しておりまして、最小184ピコ秒の分解能の PWM を出力することが可能です。また、12bit の AD コンバーター、アンプやコンパレーターなども搭載しておりますので、 モーター制御やデジタル電源の制御などに幅広く対応できます。3つ目は STM32L5 シリーズです。こちらはトラストゾーン対応の ARM CoreTex M33 を搭載したセキュリティ機能が強化されたマイコンになります。また、低消費電力マイコンでもありますので IoT のエッジデバイスなど バッテリー駆動のアプリケーションやセキュリティ要件の厳しいアプリケーションに最適な製品となります。最後はワイヤレスマイコンの中の STM32WL シリーズです。初代のワイヤレスマイコンは STM32WB シリーズになりますが、こちらは 2.4GHz 帯の RF 搭載のワンチップマイコンで、Bluetooth や Jigbee に対応しています。 一方、STM32WL は、サブギガ帯の RF 搭載のマイコンで、ローラやシグフォックス、FSK 変調などの無線に対応しており、LPWA のアプリケーションに最適なマイコンになっています。このように、STM32FAMILY には様々な用途に利用できる製品が多数用意されていますが、弊社では STM32FAMILY の全ての製品において、 10年の長期供給をお約束しております。マイコンの長期供給については、弊社以外のマイコンベンダーでも取り組んでいると思いますが、そのほとんどは製品がリリースされたタイミングから数えて10年の供給となっています。一方、弊社の場合は、製品がリリースされたタイミングではなくて、 毎年1月に10年を数える起算日が更新されます。ですので、例えば2007年にリリースされた STM32F1 シリーズは今年で13年目になりますが、今年の1月から数えて10年は供給されますので、現時点ではリリースから23年は供給をお約束していることになります。 さて、様々なシリーズの製品がある中で、今回紹介するマイコンは、ワイヤレスマイコンの中の 2.4GHz 帯の RF 搭載の STM32WB シリーズになります。これより、STM32WB シリーズについて紹介していきます。STM32WB シリーズは、 無線機能やデュアルコアといったデバイス自身が持つ特徴に加えて、マルチプロトコル、豊富なラインナップ、便利な開発ツールなど、ユーザーが享受できる特徴を数多く兼ね備えています。ここではこれらの特徴を詳しく見ていきたいと思います。まずはマルチプロトコルという特徴です。STM32WB シリーズには、 2.4GHz 帯の RF 機能が搭載されており、Bluetooth をはじめ、Jigbee、Open Thread などの IEEE 802.15.4ベースの規格ののプロトコルや、独自仕様のプロトコルに対応することができます。また、Bluetooth に関しましては、Bluetooth のバージョン5.0に対応しておりまして、 最大 2Mbps の高速通信が可能となっております。さらに、Bluetooth Low Energy のメッシュネットワークにも対応しておりますので、ネットワークカバレッジを拡張することも可能となります。一方、JigBee に関しましては、JigBee Pro のプロトコルスタックをベースとした JigBee 3.0の規格に対応しており、コーディネーター、ルーター、エンドデバイスをはじめ、 各種クラスターへの対応も可能となっています。この他、IEEE 802.15.4規格をベースとしたお客様独自のプロトコルをご使用の場合も本デバイスで対応することが可能です。このように、一つのデバイスで複数のプロトコルに対応できるという点は、STM32WB シリーズの大きな特徴の一つと言えます。 さて、ご覧いただきましたように、STM32WB シリーズは様々なプロトコルに対応しており、Bluetooth のデバイス、i ジ b ビーのデバイス、お客様の独自プロトコルのデバイスなどのように、ご希望に応じたデバイスを作り込むことができます。さらに、本製品では複数のプロトコルを共存させることも可能です。 例えば、2つの異なるプロトコルの対応が必要なアプリケーションにおいて、両方のプロトコルに対応する1つのデバイスを開発されたいといった際に最適な製品になります。現在用意されているサンプルとしましては、Bluetooth と Jigbee のサンプル、Bluetooth とス r e d のサンプルがあります。次に、デュアルコアという特徴ですが、STM32WB は、 ARM の CoreTex-M4 と CoreTex-M0 Plus の2つのコアを搭載しており、CoreTex-M4 でアプリケーションとペリフェラルの処理、CoreTex-M0 Plus で無線スタックの処理を行います。シングルコアの製品の場合、アプリケーション、ペリフェラル、無線スタックをすべて1つのコアで処理するため、各々の処理を自分活で行う必要があります。 また、無線通信の際、アプリケーションやペリフェラルの処理が不要でも、コアが起きている必要があります。さらに、ある程度の規模のアプリケーションを実現する場合、アプリケーション用のホストマイコンが必要になるケースも考えられます。一方、デュアルコアの製品では、2つのコアが独立して動作可能なため、無線通信中は CoreTex-M0 Plus のみ動作させ、 コアテックス M4 は低消費電力モードに入れたり、無線通信をしていないときは、コアテックス M0 プラスを低消費電力モードに入れて、アプリケーション用のコアテックス M4 のみ動作させるといった柔軟な省電力設計を可能とします。また、アプリケーション用の貨を搭載しているため、ワンチップでホストマイコンの役割も担うことが可能で、 コスト削減や部品点数の削減にも貢献します。ここで STM32WB のブロック図を見ていきたいと思います。コアは 64MHz で動作する CoreTex-M4 と 32MHz で動作する CoreTex-M0 Plus の2つのコアを搭載しています。また、本マイコンは弊社 STM32FAMILY の中の 超低消費電力マイコンをベースに設計されているため、様々な低消費電力モードを利用することができます。ペリフェラルに関しては、通常の汎用マイコンに搭載されている UART、SPI、I2C などのシリアルインターフェースをはじめ、発信紙が不要な USB フルスピードデバイスのインターフェースや、オーディオインターフェース、AD コンバーターやコンパレーターなどのアナログ機能、 外付けにメモリー拡張可能な Quad SPI インターフェースなど様々なペリフェラルを搭載しています。また、コア間のセキュリティを確保するための保護機能や安全にファームウェアを更新する機能などセキュリティ機能が充実している点も本デバイスの特徴の一つとなります。STM32WB には高速処理に最適な l a n モードから 最も消費電力の低いシャットダウンモードまで全部で9種類の動作モードが用意されております。また、2つのコアそれぞれを独立して動作させることが可能なため、処理に必要なコアのみ動作させて、もう一方のコアを停止させておくことができます。ペリフェラルに関しましては、使用しないペリフェラルにクロックを供給しないクロックゲーティング機能なども搭載しております。 これらの低消費電力化のための機能をうまく利用することによってバッテリーアプリケーションのような低消費電力が必須のシステムにおいて最適な電力設計を実現することができますこのように STM32WB マイコンはマルチプロトコルに対応可能な無線機能バッテリー駆動のアプリケーションに最適な低消費電力モード IoT 機器に利用可能なセキュリティ機能など様々な特徴を兼ね備えております。STM32WB マイコンのこれらの特徴により、メッシュネットワーク対応の照明機器、リアルタイム性が求められる産業デバイス、電力効率の良い,いビーコン機器、遠隔からのファームウェア更新に対応した車両管理設備、 小型設計のウェアラブルデバイス、信頼性の高いホームセキュリティ機器など、多岐にわたるアプリケーションの設計において自由度の高い制御性能を提供します。ここで STM32WB を使用した無線経由でのファームウェア更新の手順についてご紹介します。STM32WB は、 コアテックス M4 とコアテックス M0 プラスの2つのコアを搭載していますので、1つのフラッシュメモリーを2つのコアで共有する必要があります。また、コアが2つありますので、それぞれのコア向けのコードをフラッシュメモリーに配置する必要がありますが、コアテックス M4 で動作させるアプリケーションコードは、フラッシュメモリーの先頭から、コアテックス M0 プラスで動作させる 無線スタックはフラッシュメモリーの末尾に配置します。そして無線スタック及び Cortex-M0 Plus 周辺の機能はアプリケーションが勝手にアクセスできないように保護することが可能です。ファームウェアの更新を行う場合、まず最初にアンテナ経由で新しいファームウェアを受信します。受信した新しいファームウェアは、 一旦フラッシュメモリーの空き領域に格納されます。新しいファームウェアを検出しますと CoreTex-M4 は現在のファームウェア内にあるアップデータ、ファームウェア更新機能を起動します。次に受信した新しいファームウェアが認証済みのものかどうかを確認するために新しいファームウェア内の認証シグニチャーと 暗号キーを Cortex-M0 Plus に送ります。Cortex-M0 Plus は Cortex-M4 から送られてきた認証シグニチャーと暗号キーがカスタマーキーストレージ内のデータと比較して一致するかどうかを判断します。ここでデータが不一致の場合、ファームウェア更新の処理は停止し、デバイスはリセットされます。一方、 データが一致した場合、CoreTex M0 Plus は、所有キーで新しいファームウェアを複合化して、既存のファームウェアを新しいファームウェアに書き換えます。このような方法を取ることで、安全なファームウェアの更新を実現することができます。今ご覧いただいた安全なファームウェア更新の方法では、 STM32WB マイコンの保護機能を使用していますが、この他にも本マイコンは攻撃に対する様々な保護機能を搭載しています。例えば、非侵入型の攻撃に対しては、環境変化攻撃に対応する温度センサー、電源監視、クロック監視機能、物理攻撃を検出するン波機能、 第三者によるデバッグを阻止するためのデバッグポート無効化機能などがあります。一方、ソフトウェアによる攻撃に対しては、認証キー保護のためのストレージやメモリ保護、ルートセキュアサービス、セキュアファームウェアアップデートなどの機能が利用できます。アプリケーションごとに必要とされるセキュリティ要件は様々ですが、 本マイコンの保護機能を活用してセキュアなアプリケーションの実現にお役立てください。STM32WB を使用した場合のコストメリットについてご説明いたします。STM32WB には RF のバランが内蔵しています。また、クロック出力機能がありますので、複数デバイス搭載のシステムをご検討の場合、 外部デバイスへクロック供給が可能です。その他、推奨発信士が不要な USB 機能や LCD コントローラー、タッチコントローラーなど、アプリケーションで利用可能な機能を多く内蔵しているため、部品点数を削減することができます。また、開発環境に関しましては、各種認証済みのスタックやドライバー、無線評価ツール、 統合開発環境を弊社ウェブサイトより無償で提供しております。このように STM32WB を使用することで無線システムの開発のための費用を抑えることが可能となります。ここで STM32WB シリーズのラインナップについてご紹介いたします。現在リリースされている製品は STM32WB55 WB35 およびそれぞれのコスト重視版の WB50、WB30 の計4製品になります。WB55 は STM32WB シリーズの中で最も多くの機能を搭載した製品です。それに対して WB35 は WB55 からメモリー容量および LCD など いくつかのペリフェダルを削減した仕様の製品になります。また、複数プロトコルの同時モードにも対応してないという違いもあります。一方、コスト重視のバリューラインは、現在 WB50 と WB30 の2種類あります。その他、STM32WB シリーズ初のモジュール製品も、 近日中にリリースを予定しています。ここで WB55 と WB50 の違いをご覧いただきたいと思います。こちらが WB55 と WB50 の機能比較表になります。WB55 に対する WB50 の違いですが、まず大きな違いとしましては、Bluetooth Low Energy のデータレートが、 2Mbps から 1Mbps に変更されています。また、ラムのサイズも 256KB から 128KB と半分になっています。フラッシュメモリーに関しては変更はありません。動作温度範囲と電源電圧範囲は縮小されています。無線の最大送信出力はプラス 6dBm から、 プラス 4dBm に下がっています。また、電源供給モードとして WB55 で搭載していた DC-DC DC コンバーターは WB50 では非搭載となっています。その他、セキュリティ機能の一部や USB、外付けメモリインターフェースの Quad SPI、LCD コントローラー、オーディオインターフェースなどの機能が削減されています。 STM32WB シリーズをメモリーサイズおよびパッケージの種類ごとにマッピングしたものがこちらになります。メモリーサイズはフラッシュが 256KB から最大 1MB まで、ラムは 96KB から最大 256KB までの製品があります。パッケージに関しましては48ピン QFN パッケージから 129ピン BGA パッケージまでの4種類のパッケージタイプの用意がございます。また、STM32WB55 では、小型のアプリケーションに最適な100ピンの WLCSP パッケージを用意しております。さらに、STM32WB シリーズのモジュールに関しましては、2020年の第4四半期に量産予定となっています。 これまで STM32WB シリーズの製品をご紹介してまいりましたが、最後に STM32WB マイコンと合わせてご利用いただけるコンパニオンチップをご紹介いたします。通常、STM32WB マイコンを使用して無線対応の基板を作る際、マイコンとアンテナの間にインピーダンス整合回路と高周波フィルターが必要になります。 これらをディスクリート部品で構成することも可能ですが、その場合、無線の特性を最大限に引き出すためのマッチング作業が必要になります。一方、ここでご紹介する MLPFWB55-01E3 という製品は、STM32WB マイコンに最適化されたインピーダンス整合回路と深い減衰率を持つ、 高周波フィルターを内蔵しているため、マッチング作業の手間が不要となり、実装面積を縮小することもできます。STM32WB マイコンと一緒に、ぜひご利用いただければと思います。続きまして、STM32WB シリーズの開発環境について説明いたします。 STM32WB シリーズでは、ハードウェアの開発環境として、P-Nucleo WB55 という評価パッケージが用意されています。こちらのパッケージには、n ュ c l リ o ボードと呼ばれる白いボードと、USB ドングルタイプの小型のボードの2種類のボードが同梱されています。両ボードとも電波法認証取得済みのため、 すぐに評価が始められる環境となっています。また、ソフトウェアの開発環境としましては、初期化コード生成ツールの STM32CubeMX や、STM32WB 専用ソフトウェアパッケージの STM32CubeWB、さらに、無線評価専用のツール、STM32CubeMonitorRF などが用意されております。 これらのソフトウェアの開発環境はすべて弊社のウェブサイトより無償でダウンロード可能となっております。ここでハードウェアの開発環境について詳しく見ていきたいと思います。こちらが STM32WB55 を搭載した2種類の評価ボードの概要になります。左側のニュークリオ評価ボードは 68ピンの QFN パッケージが実装されており、4層基板のボードとなっています。また、オンボードのデバッカーが搭載されておりますので、USB ケーブルで PC と接続するだけでデバッグ環境が整えます。一方、右側の USB ドングルタイプのボードは、48ピンの QFN パッケージが実装されており、 二層基板のボードとなっています。こちらはオンボードのデバッカーは搭載されておりませんが、USB インターフェース経由でフラッシュ書き込みが可能な設計となっています。通常の評価にはニュークリオボードをご利用いただくことをお勧めします。実際のニュークリオボードの外観はこのようになっております。左上のシルバーのカバーの下に、 STM32WB55 が実装されております。このカバーは取り外し可能です。その上にパターンアンテナ、右上にアンテナ用の SMA コネクターのパターンが用意されています。ボードの下の方にはユーザーボタンとリセットボタン、LED が複数実装されています。また、ボードの両サイドには マイコンの信号線を取り出せるピンヘッダーと RD の準拠のコネクターが用意されております。裏面にはデバッカ用の USB コネクターとユーザーがアプリケーションで利用できる USB コネクターが設けられています。また、バッテリーアプリケーション開発で利用できるコイン電池ホルダーも裏面に実装されております。 STM32WB の実習編では、こちらのボードを使用して進めていきます。次に USB ドングルですが、こちらは実装されている機能が少ないので、その分小型のボードとなっています。ボードの中央に STM32WB55、両サイドに拡張ヘッダー、下側にパターンアンテナが設けられております。 その他、リセット後に動作するメモリー領域を選択するブートスイッチや、ユーザーボタン、LED などの機能があります。ニュークリオボードの対抗の無線デバイスとして使用することが可能です。次にソフトウェアの開発環境ですが、初期化コード生成ツールの STM32CubeMX や各種統合開発環境など、 s t m 3 2 f a m i ー共通で利用できるツールは STM32WB シリーズでも使用できます。その他、STM32WB 専用のソフトウェアパッケージの STM32CubeWB や無線評価専用のツール STM32CubeMonitorRF などが用意されております。続きまして、 STM32CubeMX について説明します。STM32CubeMX は PC にインストールして使用するツールになります。PC の GUI 上で使用する製品、機能、ピン配置、クロック設定などを選択していただいて、コード生成ボタンを押しますと、設定内容が反映されたコードが自動的に生成されます。 また、生成されるコードは、選択されたツールチェーンに対応するプロジェクトファイルの形式で生成されますので、コード生成後にそのまま統合開発環境を開いて、開発を始められる仕組みとなっています。ここで、STM32CubeMX で生成されるコードの裏で用意されているコードの実態が、こちらの右側の s t m 3 2 c u b e マイコンパッケージになります。 このマイコンパッケージはハードウェア抽象化レイヤーとミドルウェアの2つのレイヤーで構成されております。そのレイヤーの詳細がこちらになります。まずハードウェア抽象化レイヤーで我々はハルと呼んでいるのですが、こちらはマイコンのデバイスドライバーに相当するコードになります。 ファミリー間で共通の API が定義されていますので、例えば開発中、あるいは製品計画の中で、よりパフォーマンスの高い製品に移行したい、より消費電流の低い製品に移行したい、といった場面が出てきた場合、春をベースに開発されたコードであれば、比較的スムーズに STM32 ファミリー内の別の製品に移行することが可能となっています。 一方、ミドルウェアのレイヤーですが、こちらには TCPIP や USB などの通信インターフェースのスタック、グラフィックスやオーディオのライブラリ、ファイルシステムやリアルタイム OS などのソフトウェアが含まれております。ここで、STM32WB マイコン専用のファームウェアパッケージを見ていきましょう。 まず、対応のハードウェアとしては、STM32WB55 搭載のニュークリオボードと USB ドングルボードの2種類用意しております。その上に、デバイスおよびボードのドライバーがあります。ミドルウェアとしましては、USB、タッチセンスライブラリ、ファイルシステムなどのソフトウェアがあり、その中の一つに、 STM32WPAN という STM32WB 用の無線スタックが用意されています。そして、最上位層に各ペリフェラルを使用したサンプルプログラムや各ミドルウェアを使用したデモソフトなどが用意されています。無線関連のサンプルプログラムもこちらに含まれております。無線関連のサンプルプログラムは 現在80種類以上用意されておりますが、ここでは Bluetooth Low Energy 関連のサンプルプログラムを紹介いたします。Bluetooth のサンプルとしましては、ブラッドプレッシャープロファイルやハートレートプロファイルなど、Bluetooth SIG で規定されているプロファイルに対応するサンプルや、ビーコンやメッシュネットワークを実現するためのサンプルなど、様々なサンプルプログラムが用意されています。 その他、Bluetooth 経由でファームウェアを更新する OTA のサンプル、無線評価のためのサンプル、必要最小限の通信を実現するためのサンプルなどがあります。また、Bluetooth Low Energy と Thread、Bluetooth Low Energy と JigBee を共存させるサンプルも用意しておりますので、必要に応じてご利用いただければと思います。次に、 STM32CubeMonitor RF ですが、こちらは STM32FAMILY のワイヤレスマイコン製品向けに開発された PC 監視ツールで、ボード間のテストパケットの送受信によるボードの性能評価やパケットエラーの測定、Bluetooth やスレッドなどのコマンドを送受信する機能などがあり、効率的な無線機器の開発をサポートします。 また、STM32WB マイコンを実装した基板を作成した際に、その基板の電波法認証のためのテストを実施する際に有効なツールになります。最後に、様々なサンプルプログラムやデモと、合わせてご利用いただけるスマートフォンアプリも弊社よりリリースしております。STBLE センサーと STM32BLE プロファイルズ、 というアプリがありますが、STBLE センサーは、Bluetooth 通信時のセンサーデータや LED の状態などの監視にご利用いただけます。STM32BLE Profiles は、Bluetooth SIG のプロファイルに従った通信時の情報を可視化することができます。これらのアプリは、共に Google Play および App Store よりダウンロード可能です。 以上で STM32WB マイコンの製品のご紹介および開発環境のご紹介を終わります。プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。